皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長の志郎です。今回の動画は週刊カメラニュースです。今回もですね、気になった新製品情報やトピックスについて好き勝手に喋っていこうと思います。それでは行ってみましょう。新製品情報、まず最初はキヤノンです。 RF マウントの Vlog カメラが2022年中に発表されるのではないかという噂が出てきました。この Vlog カメラなんですけど、 RF マウントの APS-C 機で EOS M6 Mark II と同等の形状になると言われています。近日中に発表される RF24mmF2.8ISSTM マクロと RF150-30mmF3.5-5.6ISSTM とともに発表されるのではないかと言われています。まあ後で述べますが、 Z30 がね発表されましたが、それの対抗馬として RF マウントの Vlog カメラを出してくるのではないかという噂ですね。キヤノンの場合はですね、おそらくは EF マウントベースだと思われるのですが、ジンバル内蔵型のカメラのね特許を出していて、こちらの方が出るのではないかと言われていたのですが、 RF マウントでファインダーレスのスタイルで出してくるみたいですね。これなんですけどね、一応 R10 の下位モデルの R100 ではないかともね言われているんですが、ちょっとねこの辺はまだまだわからないところがあります。同時に出ると言われているね 24mm の F2.8 とか、あと RF15-30mm なんかは Vlog 用のレンズとしてはね非常にちょうどいい焦点距離なので、このね RF マウントの Vlog 用カメラっていうのは実際とかあるかもしれませんね。実際に今キヤノンって Vlog 用のカメラが出してなくって、海外だとコンデジの G7X Mark III にトライポッドをねセットにしたものを Vlog カメラとして販売しているぐらいなんですよね。あとはね EOS M6 Mark II なんかもね Vlog カメラとしてのスペックは備えているんですが、もう現在はね生産中止になってます。そう考えるとね、ソニー、ニコンが Vlog 用カメラを出してきたってことを考えると、キヤノンとしてもね Vlog 用カメラを出してくるのは必然かなと思ってます。EOS R10 が RF マウントにもかかわらずかなりね軽量コンパクトに仕上がっているってことを考えると、ファインダーレスにすればさらに軽量コンパクトになると思うので、 RF マウントの Vlog カメラっていうのもね結構ありなのかもしれません。新製品情報、続いてはニコンです。先週もね少しお伝えしましたが、 Z30 が正式発表されました。カメラの仕様としてはこのような感じとなっています。まあ一言で言うと Z50 ZFC のEVF レスで Vlog に特化したような仕上がりとなっています。 Z50、ZFC との大きく違うところというと、やはりね EVF レスになっているところだと思います。あとはねかなり軽量コンパクトになっていて、質量の方が約 405g となっています。液晶モニターの方はね Vlog カメラということもあって、 ZFC 同様のバリアングルモニターとなっています。 Vlog カメラということで動画性能が気になるところですが、最大 4K30p 止まりで、録画時間の方なんですけど 4K30p だと約30分となっています。そしてですね、フル HD の方は 120p までで、フル HD60p だと大体2時間ちょっと動画の収録ができるみたいです。その他にオプションとしてトライポッドが用意されていますが、リモコン部分の方はすでに発表されている Bluetooth リモコンを使うみたいです。これはねキヤノンと一緒ですね。ただトライポッド自体はスモールリグに委託しているみたいです。スモールリグブランドとなっています。あとその他にもねウィンドウジャマーもオプションとなっているんですが、こちらの方もスモールリグが生産の方を担当しているみたいですね。そして店頭予想価格の方なんですけど、ボディ単体が 97,900 円、1650VR レンズキットの方が 111,999 円、ダブルズームキットの方が 157,000 円となっています。この価格はニコンのダイレクトショップの価格となるので、家電量販店だともう少しね安くなると思います。あと発売日の方なんですけど、2022年8月5日の発売の予定となっています。ただねこういう自己自制なので、注文の方がね殺到すると少し発売の方が遅れるかもしれません。ようやく Z マウントではエントリーモデルが出たわけですけど、基本性能自体は ZFC や Z50 と同じなので、非常にねリーズナブルなカメラだと思います。できればねオプションで EVF なんかがあればよかったんですけど、ニコンとしては EVF が必要ならば ZFC や Z50 を買ってくれという考えなんでしょう。個人的にはねすごいデザイン的にもねこういうデザインって好きなんで、非常にね魅力的なカメラだと思います。
そしてニコンからは前からね噂のあった Z400F4.5VRS の正式発表がありました。スペックの方はこのような感じとなっています。 1.4 倍と2倍のテレコンバーターにも対応しています。レンズ構成の方は13-19mm と単焦点レンズとしては結構ねレンズ枚数が多いかなと思います。そのうちですね ED レンズが1枚とスーパー ED レンズ2枚 SR レンズが1枚採用されていて色収差の方はかなり抑えられていると思います。手ブレ補正の方はレンズ単体で 5.5 段とかなり強力に効くみたいです。絞り針枚数は9枚の円形絞り、最短焦点距離が 2.5m、 フィルター径の方は 95mm となっています。その他としてはピント合わせの方はインナーフォーカス方式となっていて、駆動モーターはステッピングモーターとなっています。質量の方なんですけど三脚座を含めた状態で約 1245g となっています。希望小売価格の方は約50万となっていて、発売日の方は2022年7月15日の予定となっています。レンズ構成図と MTF曲線はこのような感じとなっています。レンズ構成図なんですけど、黄色のところが ED レンズで、赤のところがスーパー ED レンズ、ピンクの部分が SR レンズとなっています。最近のレンズらしく前玉からね中間部分までの距離が結構空いてますよね。そして MTF はこのような感じとなっていて、特殊テーブルサングラスをふんだんに使っている分もあってほぼね一直線となっています。これだったらね星にも使えそうな感じもしますね。このレンズなんですけど F 値を 2.8 ではなく 4.5 にしたことによってかなりね軽くなってますし、価格の方もね 2.8 に比べると約半額ぐらいの値段になってるんです。決してね安くはないですが 2.8 のレンズよりは入手はしやすいと思います。ニコン Z マウントでね動体撮影をする人にとっては非常にね魅力的なレンズになっていると思います。新製品情報については今週気になったトピックスです。シーピアの方から2022年5月のデジタルカメラと交換レンズの生産出荷台数実績が発表されました。表の方はこのような感じとなっています。青の破線が2020年、黒の実線が2021年、オレンジの実線が2022年となっています。2021年と2022年を比べると5月の時点ではほぼ同じとなっています。これはあくまで、ね、生産出荷台数の表なんで、金額ベースにすると2021年を上回っています。それだけね売れ筋商品っていうか全体的な価格が高価格帯にシフトしていっているっていうのがねよくわかりますよね。今後どのようになっていくかっていうところはまだまだわかんないんですが、半導体不足とかのね影響とかもだいぶ抑えられてきているので、今後はねソニーの方も APS-C 機なんかが受注を再開しましたし、ニコンやキャノンからもね APS-C のカメラとかが発表されたので、昨年の実績よりは今後はね上回っていくかもしれません。ただねソニーとかオリンパスとかが価格のね値上げを発表、ただ今年に入ってね各メーカーが値上げを言っているので、その辺で生産台数の鈍化っていうのも考えられますよね。今週気になったトピックス、もう一つはヨドバシカメラが2022年6月下期のレンズ交換式デジタルカメラの販売ランキングを発表しました。1位の方はソニーの α7-4 ボディ、2位の方がキヤノンの EOS R7 ボディ、3位の方はキヤノンの EOS R5 ボディとなっています。相変わらずソニーの α7-4 ボディは人気がありますね。先代の3型と同様にロングセラーとなっていくみたいですね。そして2位の方にはね6月下旬に発売されたばかりの EOS R7 のボディが入ってきています。初回生産分は豊富な量があったみたいで、予約受付日に注文を出された人には行き渡ってたみたいですね。ただそれ以降に予約した方人たちにはちょっとね届いていないみたいです。そして3位の方にね定番の R5 が入ってきています。ちょっと前まではね R6 の方が売れていたのですが、またね R5 の方がランキングの上位に入ってきています。その他としては定番のものがランキングに入ってきているのですが、久しぶりにソニーの α1 ボディが9位に入ってきています。半導体不足の影響とかもあってソニーのね APS-C 機なんかは受注中止になっていたのですが、最近になってまたね回復してきてますし、先ほども言ったようにニコンからね Z30 とかも発売されたので、7月のランキングというのはね今までとはちょっと変わってくるかもしれませんね。はい、いかがだったでしょうか。
今週はやっぱりね Z30 ではないでしょうか。一時期はね Z50 よりも上位モデルになるのではないかと言われていたのですが、やはりエントリーモデルとして出ました。外観のデザイン自体はね昨年あたりに出てたリーク情報とほとんど同じでしたね。まあもちろんねその頃には液晶モニターとかがバリアングルになるのかチルトになるのかっていうのは分からなかったんですが、まあ前面のデザインに関してはほぼ同じでしたね。そして何よりもニコンがね Vlog を意識したカメラを出してきたっていうところがちょっとびっくりしました。まあやっぱりね時代の流れっていうか Vlog とかが流行ってきているのでニコンといえでもね対応せざるを得なかったっていうところがあると思います。まあこうなってくるとねやっぱりキヤノンとしても Vlog カメラ出してくるんだろうなとは思っています。まあ個人的にはね Vlog カメラっていうと iPhone が一番ベストかなと思っているんですけど、その他としてはやっぱりねパナソニックの G100 はコンパクトだから G100 がね一番向いてるのかなと思うんですが、今となってね早い段階で出たというところもあって Vlog にね特化したわけではないので、よりね Vlog に特化した Mark II を出してほしいなというところはあります。でね、ランキングの方とかも今月は後半に EOS R10 なんかも発売されますので、今までとはね違うランキングになってくると思うので、その辺もねちょっと楽しみとなっています。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースが面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。ごきげんよう。